りします。懐かしい。なんか見てたような。あれ、留守かな。もうなんだよ、母さんいないの。あ、開いちゃった。どちら様。やだ、全然変わってない。は、久しぶりね。元気そうじゃない。あ、ちょっと光一、え、荷物ぐらい持ってくれてもいいんじゃないの。あ、はい。疲れた。おばさんはお出かけ。え、あ、なんかいないみたいで。そっか、喉渇いちゃったな。なんかある？あ、冷蔵庫に麦茶が。そう。で、ちょっと。生き返る。あの。あ、テレビが新しくなってる。ちょっと。このテーブル懐かしい。懐かしい？あー、歩いてきたら汗かいちゃった。ちょっとシャワー借りるね。シャワー。ちょっと待った。何よ、エッチね。それとも一緒に入りたいのかな。すいません。一体誰なんだ、母さんの知り合い。でも僕のことも知ってるみたいだし。いや、でも知らないぞ。あんな綺麗な子。おーす、小一。なんだ、和樹か。なんだとはなんだよ。わざわざ迎えに来てやったのに。迎え？今日撮影やるって、柊木に呼び出されてただろ？あ、忘れてた。お前な。小一。あ、いないの？タオル借りるね。女の声。おい、こいち、お前、まさか。違うんだよ。じゃあ、なんだよ、今の声。どう聞いてもおばさんじゃ。何騒いでんの。風呂上がり。もう、そんな関係なのか。だから。